伊勢若松駅プラットフォーム伊勢若松駅は三重県鈴鹿市若松西四丁目にある近畿日本鉄道の駅である。駅番号は名古屋線が E29、鈴鹿線が L29。名古屋線と当駅を起点とする鈴鹿線が乗り入れ接続駅となっている。駅名は駅の所在地若松に由来し、若松は一帯にあった。 我の松原に由来する。島式ホーム2面4線を持つ、対比可能な地上駅。ホーム有効長は6両編成に対応している。ホーム南寄り西側に駅舎があり、古戦橋で連絡している。ホーム上屋は、名古屋方面は6両分、津方面は4両分設置されている。名古屋方の主本線に、片渡り線、西側に有効長三両編成分の引上げ線が、 あり、当駅終着の鈴鹿線列車が引き上げ線で待機することがある。一番線からは名古屋方面への出発も可能である。駅舎反対側から以下の通り。名古屋線を基準として内側2線が主本線、外側2線が対比線となっている。鈴鹿線列車は基本的に4番乗り場に発着するが平日朝の近鉄四日市駅。 始発平田町域急行が一番乗り場から発車する。2004年に近鉄前線で駅名を正式な表記に改める以前から当駅では旧国名を省略せず案内していた。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。 名古屋線鈴鹿線間の総合利用客は多いものの、この数字には各線の乗り換え客は含まれていない。伊勢若松駅の利用状況の変遷を可表に示す。ABCD 山本勝也。伊勢若松駅にエレベーター3機設置。中日新聞、P 長官津市民版2 0 a b c d e f ネ、サトル、週刊歴史で巡る。 鉄道全路線大手私鉄2号近畿日本鉄道1朝日新聞出版週刊朝日百科2010年8月22日18から23ページ ISBN 978から4から02から34万132から7近畿日本鉄道近畿日本鉄道100年の歩み2010年 P156 近畿日本鉄道株式会社 近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道2010年12月294ページ全国書誌番号2190万6373平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります近畿日本鉄道 http コロンスラッシュスラッシュ www。kintetsu。jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ i c c a r d 2 0 0 7 0 1 3 0 pdf。Yeah> UH、続続二零一六年三月十七日閲覧。鈴鹿市観光協会 abcd。駅の情報伊勢若松。近畿日本鉄道。二千二十一年五月十九日閲覧。 駅形出時刻表伊勢若松駅近畿日本鉄道 ABCDEFGH 近鉄時刻表2020年3月14日ダイヤ変更号 P160P170P172P182P312P322P324P334 近鉄時刻表2020年3月14日ダイヤ変更号 P82P87 駅別上工人名古屋線近畿日本鉄道三重県統計書三重県。ありがとうございます。